ゴート語。ゴート語、ゴート語、ゴート語、ゴジランゲージ、ラテンはザテンシャ、クティスカロスだとは、ゴート族、特に西ゴート族によって話された、インドヨーロッパ語族のゲルマン語派の東ゲルマ語群に属する言語である。なお、後島のアスタリスクは、後世に理論的に再建された語を示している。また、説明文中、 企画参考のための言語名を略している箇所がある。A は英語、読はドイツ語、随はスウェーデン語、まはギリシア語、らはラテン語、ダクはノルウェー語である。東ゲルマン語群はいずれも死語となったが、唯一ゴート語のみは、写本として言語学的資料が残っている。特に4世紀に書かれたゴート語翻訳版聖書が有名である。 他の東ゲルマン語族の言語としては、バンダル語があるが、いずれも言語名と固有名詞などが残っているに過ぎない。ゴート語は、インドヨーロッパ語族のゲルマン語派に属しており、そのうちで最も古い言語であるが、直系の子孫言語を持っておらず、前述の通り死語となった。現存する、最も古いゴート語の書物は前述の四世紀のもので、ある。ゴート語は六世紀中頃に衰退した。 理由としては、という点が挙げられる。また、イベリア半島、現在のスペインとポルトガルで8世紀頃まで使われた。フランク人の詩人、神学者、ワラフリード・ストラボが書き残したものによれば、ドナウガー・るい地域、および地域的に隔絶された、クリミア半島山岳地帯に、9世紀中頃まで、残っていたとのことである。それ以降、9世紀後期以後に発見された、 ゴゴーートト語語に見えるる。文文書非文はゴート語ではでない可能性があるこのように死語でありながらも初期の文書が残っており、比較言語学の見地からは研究材料として極めて興味深い言語である。言語の元々の名前は証明されていない。後にゴート語が再建された際の名前、グティスカ・ロスダはヨルダネスによるゴス・スキャンザ・ゴートの終わり、または 教会が元になっている。ただし、ロスラが言葉に相当することは証明されている。例えば、またイ書26、73に言葉が含まれている。本稿で表記している、ゴート語は、ゴート文字の項で説明されている体系を使用して転写されたものである。ゴート語を再建するには十分でないものの、いくつかの文書が現在に至るまで保存されている。 ウルフィラワン聖書の他の部分についての証明されていない発見報告がある。ハインリッヒ名は1968年にマタイ書を含む12用の重ね書きを紙し、パリンプセスと一旦書かれたものを薄く削り、新たに書き入れたものをイギリスにおいて発見したと主張した。しかし、この主張は決して受け入れられていない。コーの文献のうち、 翻訳された聖書の断片だけが保存された。ウルフィラバン聖書以外の翻訳は明らかにギリシア人キリスト教徒と文化的に近いバルカン半島の人々によってなされた。ゴート語の聖書は7世紀頃まではイベリア半島、イタリアの西ゴート族の人々やバルカン半島や現在のウクライナにあたる地域の東ゴート族の人々によって使われたようである。 アリウス派の異端弾圧に伴う根絶運動があったため、ゴート語の多くのテクストはおそらく削られて、元の軸を消した上で、他の言語で上書きされたか、あるいは噴書されたものと考えられている。聖書はその対象とはならなかったため、ゴート語の相当長いテクストスケイレインズとして残されている。これは、ヨハネ福音書とその解説を含んでいる。 ゴート語の極めて希少な二次資料が8世紀ごろにあるがおそらくその時代にはゴート語は使われなくなっていた。中世とゴート族に言及するテクストを評価する際には多くの著者が東部ヨーロッパにおけるどんなゲルマン語族類でもゴート語として扱った可能性に注意する必要がある。これは当時のラテン系国家におけるゲルマン語への理解不足による。ゴート語の聖書からは 当時の多くの人々がゴート語を使っていたわけではないことが伺える。一部の著者はスラブ語派を話す人々さえゴート族として言及している。クリミアゴート語とウルフィラのゴート語との関係は不透明である。16世紀以降のクリミアゴート語の語彙の断片は聖書のゴート語と優位な差が見られる。しかし、いくつかの語彙、例えば映画、卵のような言葉は引き継がれている。 通常、ゴート語とは4世紀頃、ウルフィラのゴート族の言語を意味するが、ウルフィラの死のずっと後、6世紀頃まで使われていたことが証明されている。上記の古文書群のリストは完全ではない。より広範囲なリストは、ウルフィラズプロジェクトのウェブサイト、英語で閲覧可能である。詳細については、ゴート文字を参照のこと、ウルフィラ時代のゴート語文書、 すなわちスケイレインズや、その他の文章群は、ウルフィラが翻訳のために考案した文字を用いた。何人かの言語学者、例えばブラウナは、この文字がギリシア文字だけに由来したと主張するが、他の言語学者は、ルーン文字及びラテン文字など、いくつかの起源があると主張している。英語において混同してはならない点として、このゴート文字アルファベット文字アルファベートは、ゴジスクリプトと呼ばれる。 ブラックレターとは無関係であるという事項がある。ブラックレターは12から14世紀からローマ文字を書くのに使われ、後にドイツ語を書くのに使われるフラクトゥールに発展した。主に比較言語学的な音声の再建法を通して、ウルフィラ時代のゴート語がどのように発音されたかを多少は正確に決定することが可能である。さらに、 ウルフィラが翻訳を行うにあたって、できる限り元のギリシア語テクストに沿うようにしたことにより、彼が現代ギリシア語のそれらと同じ処方を使ったということも判明している。その期間のギリシア語の古文書はかなり保存されているため、翻訳文からゴート語の発言の多くを再建することが可能となる。その上、ギリシア語起源でない名前がギリシア語聖書から転記されていることは、 研究上非常に有益である。A, I, U, には、いずれも単音と超音がある。コート語の処方では、I, のみについて、単音と超音を区別する。I と書いた場合には単音に、A と書いた場合には超音になる。二重音字が、これはギリシア語のイコールの借用である。短謀員は、歴史的には微子音が、H, の前に来た時に、しばしば超音になる。 大小延長。例えば、動詞ブリガン、持ってくる、A、ブリングドク、ブリーンは、過去型ではブロタ、持ってきた A、ブロウッド毒、ク、ブレシュタとなるが、これは、ゲルマンソゴブラックデーが元である。発音表記を意図した、詳細な字訳においては、超音記号が用いられ、ブロタ、マクロン、または、ブロタ、サーカムフレックスという表記になる、マクロンを用いる方が望ましい。U は、 しばしば他のコンテクストで見受けられる。例、ハーケイエス、便利な、毒、ジーブラウッチ、ズイ、ブラック、使い方。E、と、O、は、長い半狭母音である。これらはそのまま e o と書かれる。例に、近い A、内毒、な、近い、ポジョン、A、ツーフィード、養う。と、は、短い半広母音である。これらは二重音字で AIAU と書かれる。 例大分、十 A、天読、トセイン、ドーザー、娘 A、ドーター読、トゥシュター。語と語を自訳する際には、これらの二重音字のアクセントは、元の AIAU と区別するために、二番目の母音 A、A に置かれる。多くの場合、単音の和の前の IU の4となる。さらに、常音を持つ過去時制の二重音説では、AI がよく使われるが、 これはおそらく単音ので発音される。最後に、とはギリシア語とラテン語からの借用語によく現れる。例、イピスカパス、僧状、レイクトホ、エえ、レキテオ、死境、ポーンチョス、エイポンショス、ポンティウスなど。ゲルマンソ語の二重母音、AIAU は、ゴート語ではそのまま AIAU として現れる。通常この二重母音は、最初の母音時に、 アクセント符号をつけることで、ゲルマン層語、i,e,u が元になった、a,i,a,u とは区別する。一部の研究者は、またはが二重母音のまま発音されたと考えている。他の研究者は、これらが長い半広母音として発音されたと考えられている。例えば、インズ、a, ワンドク、アインス、一つ、アウモ、または、a, アイドク、アウゲ、メ。 ラテン語起源のゴート語名称においては、ゲルマン語の英雄は4世紀までに王となり、後に王雄となった、オーストローガタイオストローガ体。超王及びは、特に後ろに母音が来る場合、イオン、イー、及び、ユー、オー、となる。例はイアン、エー、ツーブロードク、ベイアン、二服、バウアン、エー、ツービルドク、バウエン、生きる、ツイ、ボ、に立てる。 ギリシャ語の借用語トローダ、トロヤ人、キ。ワイ、はギリシア語の借用語でのみ使用され、ドイツ語のやフランス語のユーに等しい。この音は母音の中では W で転写される。例えばアズワマス、ムコーボパン、A、アンデビンドブレッドキ。ギリシア語ではまたは二重母音に相当するが、どちらもその時期のギリシア語ではで発音された。しかし、この音は、 ゴート語と合わなかったため、で発音された可能性が高い。イウ、は、加工二重母音である。すなわちであり、ではない。例がイップス、エディープドク、ティフズイ、ジュップ、深い。ギリシア語の二重母音、ウルフィラの時代には、古典期ギリシア語のすべての二重母音は単母音化した。ただし、だけは、例外で、これらは、と発音されたと思われる。 これらは、現代ギリシア語では、に発展した。ウルフィラが書き残したところでは、ギリシア語からの借用語でおうアイはを含む場合と発音される可能性が高い。レイポーラス、A、ポールキ、パウロ、アイワグリスタ、キ、エヴァンジェリスト、ラテン語のエヴァンジェリスタを経由して、A、エヴァンジェリスト。単母音よび二重母音は、の後に続いた場合、二重音声の二番目の発音の、 ようにおおむねの音で発音される。これは、音音といしての二重母音というよりは、音声融合フォネティックコーエレセンスの例にあたる可能性が高い。似た例として、フランス語のパイ、わらわがあるが、この音は二重母音ではなく、むしろ母音接近音として発音される。例ある、A、オリーブオイルラ、オリアム、オリーブオイル、砂ダブデュス、A、スノー、雪、レジアダブデュス、 疲れた a レイジー・タイガナ一般に、芯は語尾で無声音となる。コート語は豊富な摩擦音を持つ。しかしながら、それらの多くは、接近音にも近く、これらを弁別することは難しい。弁別に関する推察は、ゲルマン語派の特徴に沿った形で、クリームの法則とベルナーの法則が適用されている。コート語は、他のゲルマン語派と違って、 R 音声母音を通したが現れない場合、音を持つ。さらに、母音の間の二重シーンは、単音と超音と倍音が区別される。例あった、クンだン、と、父、ーノー、オ通ルを知るナン、デキできるクンナ、知る。無声閉鎖音のは、普通に、P、T、K で発音される。例えば、パスカ、A イースター機、イースター、ータ,ータゴ、A 三、絶、これ棒、ええ、ガーフ、コウシ。閉鎖音は、非音インドン的にはおそらく現代ゲルマン語群風に発音される。従って、高チゲルマン語における第二次死因推移が前提の音声であると考えられる。文字 Q はおそらく無性唇難航外閉鎖音、心音、化した無性難航外閉鎖音、と思われるが、これはラテン語のと似ている。 例えば、カマン、A、カム、に来る。後のゲルマン語族では、この音は、無声難口外破裂音と、両唇難口外接近音を合わせたもの、A、茶となったか、または、単純に無声難口外破裂音、A、C、K となった。有声閉鎖音は、それぞれ B、D、G の文字の通りである。他のゲルマン語派言語と判別するべき点として、 コート語においては、これらの音の位置はおそらく五お及び微音の後に位置された。他の位置では、これらは、破殺音の異音になった。小松及び、無性シーンの後では、これらも無性化されたと思われる。例、ブラインズ、A、ブラインド、盲目、ラム、A、ラム、小羊、の肉。有性唇軟口外閉鎖音、心音化した。 優勢難航外閉鎖音が存在した、外然性が高い。これは二重シーン、GW として表記され、美音の後に位置した。例下げ w ス、A、ソング、歌。また、ゲルマン語派 WW、w、の通常の発音よりも、長くなる場合もある。例トリグ w ス、A、トゥルードク、トロイズイ、トリグ、真実のまたは、誠実な。同様に、DDJ、 後に、ゲルマン語派の JJ となったは、優勢高校外閉鎖音として発音される。例はドジェス、ズワイイ、エウォールズイ、VGG、壁、トワードイエー、エツー、第二角。は通常、SZ と書かれる。後者は、ゲルマン語派の Z に相当し、R、または他のゲルマン語派の木音が起源である。Z が語尾に位置する場合には、 通常無性化指定数となる。レイセイズ、A、シックス、ロック、マイザメイ、A、モア、ラザー、さらに多くの。は、それぞれ無性両唇摩擦音と無性化、摩擦音であり、通常 F と綴られる。前者については、不安定な発音はになることと関係がある。F は BD に由来するものである。語尾に綴られた場合は無性化し、接近音化する。f A, give, 命令的に与える、不定詞は、ギバンとなる。ドク、ゲベン、ミト、コエゴ mid ドク、mit、一緒に。は、h と書かれる。レイハバン、ドク、ハーベン、を持つ。おそらく、語尾に一致した場合にも発音されたと思われる。g、和ではなく、g と書かれ、h とは書かれなかった。例じゃ、ドク、スカンジナビア諸語、や、 はい。また、別のシーンに続く前に、おそらくイオンを持っていたと思われる。現代のゲルマン語派諸語はの前に、S を置き、ドイツ語においてはの前に置く。スカンジナビア諸語では、HT は TT と変化する。例、セイズ、A、シックスドク、ゼックスズイセックス、6、あと、A、A トドク、オクトズイ、アタ、8、H、G の語尾、または、 無声シーンの後の4である。これは常に G と書かれる。レイダックス、A、レイドク、タグ、日。いくつかのギリシア語からの借用語には、X の特別な使われ方を見ることができる。これはギリシア文字から取られたものである。レーザレスタス、A、クリストキ、キリスト。この場合は K を表している可能性がある。は、優勢摩擦音で、 母音の間にのみ見つかる。これらは、のい音であり、書かれる際には、区別されていない。は、もっと安定した、新四音のになりうる、高音強化。これらの音素は、通常、ゲルマン語派言語の研究に基づきと表記される。例派版、A、ツーハブ、を持つ、セダ、A、ピープルコスカンジナビア語、テオット、ドク、ドイッチュ、A、ダッチ、オー語、A、アイドク、アウゲ、 hw, または hv と転記される和に対応する唇公外音でインドヨーロッパ祖語のから派生した。これはおそらく無性のと発音され、これは英語の多くの方言におけるに同じである。例案、a, when, are, a, where, i t エ a, ホワイト。コート語は3つの微信を持つ、うち1つは4である。それらは双方分布だけで見ることができる。 コート語の微音は他の多くの言語と同じように、発音は同じ超音部位で行われるため、続くシーンのどちらかと同化する。その結果、例えばとのような語順は持ち得ない。は、単語と最小体のどの位置にも現れうる。ただし、特定のコンテクストで中和される。両心音の前の輪に、また、子音の前の輪に変化する。は、コート語においては、 音素ではなく、位置も自由ではない。これはビシーンが難航外閉鎖音の前で中和される、際に現れとともに相互分布をなしている。ギリシア語の慣例で、これは通常 G、時々 N と書かれた。サグキューン、A、通信区、考える。シーゲコン、A、通信区、を沈める。サンキース、A、センクス、彼は考える。GGW が意味するのは、 である、上述参照は、母音の前の W として転記される。ワイ s A, We, 我々、つい A, 通読、つばいに、はそのまま、J として転記される。Jell, A, イヤードク、ヤー、念、サックハフ A, ストライフ、争い、は、英語や、沢の欧州経験語のように使われる。ックス A, ロングメル A, ミールドク、マル、食事。ワフルエオンである。レイズ、A、ライト、アファール、A、アフター。共鳴音は、音節の核として、語尾の子音、または二つの子音の間で働く、静節子音。これは、現代英語でも見られる現象で、例えばボトルの発音は、大抵の方言ではである。ゴート語でのいくつかのレータグル、A、テールズイ、タゲル、メイズアムズ、 A、ギフト、タイクンズ、A、トークンドク、ザイションズイ、テキン、タガー、A、ティアー。コート語のアクセントは、クリームの法則とベルナーの法則を用いて、音声比較学的に再建することができる。コート語は、インドヨーロッパ祖語と違い、肯定アクセントより、むしろ強制アクセントを用いた。例えばある音節が弱いアクセントの時は、長母音が短くなるが消失する。 といった特徴がある。他のゲルマン語派言語のように、インドヨーロッパ語族の自由に動くアクセントは、単純な語彙では、第一音節に固定された。例えば、現代英語では、第一音節にアクセントを持っていないほとんどすべての単語は、他言語からの借用語である。単語が語形変化しても、アクセントは移動しない。大部分の複合語での強制の位置は、二番目の語に、 依存する。例、現代ドイツ語と比較できる単語による。コート語は、現代のゲルマン語発書語に必ずしも残っていない、インドヨーロッパ祖語の特徴、特に豊富な語形変化体系を有している。コート語は、主格、体格俗格、予覚の4つの格を持ち、個格の痕跡もある。また文法上の性は、インドヨーロッパ祖語に存在した、男性、女性、 中性の三つすべてを保った。東ゲルマン語族に最も顕著な特徴の一つとして、形容詞が弱変化。一般に、五感が N で終わる場合と強変化。五感が母音で終わるか、代名詞を示す屈折設字で終わる場合を持つことが上がられる。この区分は、コート語において重要である。名詞が語形変化の一つのクラスに属すことができる場合は、 五感の終わりに従属し、多くの形容詞は強弱どちらかの語形変化をすることが出る。定的な指示詞、または定感詞と共に使用される。形容詞は弱変化をとり、一方不定感詞と共に使用される。形容詞は強変化を持つ。この規則は形容詞の語形変化として、現代ドイツ語で未だに見ることができる。記述形容詞。 最上級を表す語尾意思とオス月と過去分子は、どちらも語形変化を伴う。いくつかの代名詞は弱変化型しか持たない。例様、A、セーム、比較級形容詞と現在分子に相当する、形容詞的な語案ら、A、コンスタントリー、語感は、アイラ A、タイムだが、A、ホワイルと比較される。また、例えばインズ、A、サムなどの形容詞は、 強変化が確か持たない。下の表は、ゴート語のブラインド、A、ブラインドの語形変化について、弱変化を起こす、グマ、A、マント強変化を起こす、ダックス、A、D をそれぞれにまとめたものである。この表は完全なものではない。特に、ここには、第二変化中性単数や、不規則変化名詞が含まれていない。強と語が取り得る語尾の形式については、 下記に示す。ゴート語の形容詞は密接に名詞語形変化と関わり、これらは同じ種類の屈折を用いる。ゴート語はインドヨーロッパ祖語の代名詞を完全に引き継いでいる認証代名詞、拡散認証のための再起代名詞を含む所有代名詞、単純、複合それぞれの指示代名詞、関係代名詞、疑問詞、不定代名詞、 他のインドヨーロッパ語族の言語のように、それぞれ特殊なパターンの曲用を持つ、特に名詞の語形変化を反映する。特筆すべき一つの大きな特徴は、総数の存在である。これは、二人、または二組の何かを表す際に用い、複数とは区別して使われた。したがって、我々の二人と我々は、それぞれ、ウィットとワイズと表記された。インドヨーロッパ語族、 例えば初期ギリシャ語やサンスクリットは、総数を文法のすべての範疇に応用するが、ゴート語では代名詞にのみ存在する。単純な詩時代名詞、さは、漢詞としても使われ、さらに、低漢詞、弱い形容詞名詞という構造を作ることができる。疑問代名詞はすべてマイナスで始まる。これは、インドヨーロッパ祖語のン系が起源であり、も同類である。 同じ起源のものは、多くのインドヨーロッパ語族の疑問詞に見られる。A, A, W, H, 独 W, 追 V, ラチャ、現代のロマンス諸語にも残存する、まれ、または、K の継承としてギリシャ語独自のもの、サンスクリット、K。で、こうとの大半の動詞は、インドヨーロッパ語族の動詞活用のうち、カンボイン型、と呼ばれるタイプに従う。 漢イン型と呼ばれるのはこの型では、インドヨーロッパ祖語でいい、または王と再建される母が語根と語尾の間に挿入されるためである。このパターンは、ラテン語とキリシア語にも存在する。他に、語ート語には、無漢母ン,ン型と呼ばれる動詞変化がある。これは語根に直接的に語尾がつくものであり、キリシア語とラテン語同様ゴート語でも造語力はなく、 古い形式の化石としてしか存在ない。これが霊称される最も重要なものが、コピュラで、ギリシア語、ラテン語、サンスクリット、他多数のインドヨーロッパ語でも、無カンボイン型変化である。コート語の動詞は、名詞と形容詞のように、強変化型の動詞と弱変化型の動詞に分けられる。弱変化動詞は、設備字 DA。 または ta をつけることによって過去形の特徴が付与され、並行して過去分子に引く t が伴う。今日変化同士は語根の母音を置き換えることにより過去時制を表すか、語根の最初のシーンを二重にするが、いずれにせよ、設備時を加えることはない。同様のものはギリシア語とサンスクリット語の完了時制に見られる。この二分法は現在のゲルマン語派言語にも残っている。 コート語の動詞は次のような形態を持つ。ただし、すべての時制と認証がすべての体と法を示すわけではない。いくつかの動詞変化は助動詞を伴う。最後に、過去現在動詞と呼ばれるものがある。古いインドヨーロッパ諸語では、現在時制として解釈し直された、官僚時制である。コート語のウェイトは、インドヨーロッパ祖語のボイトヒー、ミルの官僚時生に相当し、 これはサンスクリットでの同婚語のベーダとギリシア語のに一致する。双方とも語源的には私は見るの完了を意味するが、実際には私は知っているという過去現在としての意味である。ラテン語はいくつかの同じ決まりを受け継いでいる。例、ノーウィー、私は知ったと私は知っている。過去現在同士は他にも愛反、所有する役運難、知っているなどがある。 ゴート語は、スカンジナビア起源の要素を持ち、特にその方言オールドグニッシュが、ゴート語方言として分類している。ここに、十四世紀の写本から取られた南ヨーロッパのグタサガをテクストのサンプルとして例示する。北及び東ゲルマン書ごとの類似点の要点は次の通り。しかしながら、通常ゲルマン語族は、東ゲルマン語群と西ゲルマン語群に、 理論的に分類されていた。今日では初期ゲルマン語群が独立して三つのグループとして扱われている。最初に証明されたゲルマン語派言語として、ゴート語は他のすべての基地のゲルマン語派言語に共通するいくつかの特徴を示すことができない。最も目立つことは、ゴート語は形態的にウムラウトを持たないということである。ゴート語のグジャ、聖職者は コスカンジナビア語、キュースや女性の生殖者と対比させることができる。コスカンジナビア語は、この例のようにアイウムラウとの影響を受けた U から Y への変化を持つが、コート語にはそのような変化はない。コート語は、インドヨーロッパ語族から受動体を引き継いでいるが、他のすべてのゲルマン語族では証明されていない。コート語は、過去形の形成において重複。 リーデュプラケーションを示すいくつかの動詞を持っている。例、ハイタン、A、2B コールドハイヘイト、ウベ、ヘイタ、ドク、ハイソン、コエーゴ、ハイト。しかし、他のインドヨーロッパ語族には、コエーゴ、コスカンジナビア語、ココーチドイツ語に、少し痕跡が残る程度である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。